女子7人制ラグビーの大会が袋井市で行われました。7人制ラグビーは15人制と同じ広さのフィールドで行われ、スピーディーな試合展開が魅力。2016年のリオからオリンピックの正式種目に採用されています。昨日今日の2日間で行われた大会には、全国から9つの女子チームが参加し、七色プリズム福岡が優勝、地元のアザレアセブンは5位となりました。